景観というのは非常に身近な、まあ、いろんな人にとってですね、身近なものだと思うんですね。どういう価値があるのかですとか、あるいはそれをより良いものにしていくためにはどういう方法があるのかとかですね、そういうことを研究するような、そういう分野が景観工学だと。今私がやってるのは産業景観といいまして、例えば工場の景観ですとか、美的にどう何か価値づけができるのかどうか、あとそういうものが存在するような工業都市の中で産業の景観が どのようにこう価値づけされてくるのかということですね。その都市の文化を形作るような、そういう真相を探ってみるというのがですね、私の中心にやっている産業景観のテクノスケという分野になります。埼玉県の秩父市ですね、そこに武甲山という山があってですね、石灰石の塊の山ですので、採掘された跡というのが思いっきりこの町に見えているようなところなんですね。一方でこの武甲山という山は深山でもありますので、その神様の山を削りながらまた産業がそこに起きて、近代都市秩父がこう生まれているという、それが景観の評価として秩父の人たちがどういう思いを持ってそういうものを見ているのかということにすごく興味を持ったというのが、でそこから石灰石の産業景観ということに関心を持って研究を続けてきています。石灰石というのは日本が唯一自給することができる地下資源なんですよね。石灰石の採掘場っていうのは日本各地にありますし、それぞれの採掘場があって、そして石灰石を焼成する工場群がそこにできて、そこに一大企業城下町がまたいくつかできているわけですね。それぞれの町でどういう景観の展開があるのか、あるいは企業と市民との関わりとかですね、どういう共存の形態があるのかということを調べてみようと思いまして、日本各地ちょっともう徹底的に歩き回ってみたという、それをちょっとまとめた本がこちら の日本の高度という本なんですけれども、いろんなアプローチで追求しているという感じですね。例えば文化的景観という考え方、文化を育むものとしての景観の捉え方とかいうことも今議論され始めてますので、新しいジャンルをそこに見出して、まあ、今までは技術ですとか、それから地域社会っていうことが非常に重視されていましたけれども、その中にもう一つ景観というジャンルをですね、価値づけの切り口としてこう見ることができるんじゃないかと思っております。自分が何が好きなんだろうっていうことをまず徹底的に自分自身に問いかけてですね、一つでもいいから見つけてもらえたらいいかなと思いますし、それは非常に大きなエネルギーに、自分の発展のエネルギーになっていくんじゃないかと思います。景観の研究をやりたいという学生諸君はですね、どんどん現地に足を運んで、これは何だろうっていう一つのきっかけというかですね、そういうものはおそらく学生諸君に見つけられるのをきっと待ってると思うんですよね。それをまず探しに足を運ぶということをですね、やってもらいたいなっていう。